マトラ MS11 は、マトラが1968年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。MS11 は F2 マシンとして成功した MS7 の発展型として開発された。マトラは2代目の F1 カーとして12気筒エンジンを搭載した MS11 をティレル用に製作されたマトラ MS10 と並行して開発した。MS11 は、 ワークスチームによって使用された。コスワース DFV を搭載し、ジャッキー・スチュワートがドライバーズランキングで2位になった姉妹車の MS10 と比較すると成功作とは言えなかった。バンク角60度の V 型12気筒エンジンは、ほぼ 390PS を発揮したが、MS10 に搭載されたコスワースの V 型8気筒エンジンより出力で劣っていた。 6本の排気管は盛大なノイズを生じ、MS11 は当時のフォーミュラワンカーの中でも最も騒音の大きなマシンであった。エンジンには荷重指示部はなかったため、コックピット後方に補強材として統合された。これは重量の増加を引き起こし、MS11 は MS10 よりもはるかに重いマシンであった。MS11 はジャンピエル・ベルトワーズが独占的に使用し、 シーズン後半に制作された2代目をアンリ・ペスカロロがドライブした。デビュー戦はモナコグランプリでベルトワーズはアクシデントのため11周でリタイアした。ベルギーグランプリでは8位となった。オランダグランプリではスチュワートに次ぐ2位となり、ファステストラップも記録、マトラの1の2フィニッシュとなった。これが MS11 の最高位となった。 イタリアグランプリでは5位となっている。シーズン後半に2代目の MS11 が完成し、アンリ・ペスカロロがドライブした。マトラのワークス活動は1年で終了し、1969年シーズンはコスワース DFV を搭載した MS80 の開発に集中した。ティレルは MS80 でドライバー及びコンストラクターズタイトルを獲得することとなる。1968年の コンストラクターズランキングでマトラフォードは3位、マトラワークスは9位。ありがとうございます。